さあ始まりますよ。きびだんご、元祖きびだんご、優勝するときびだんご10個入り。配信台はですね、バナオ対カズヤを、バナオのチュンリー対カズヤはアレックス SA1 ですね。ハイボン、これはハイボンはきつそうな気がする。てかチュンリーがきついな。さあエバラが終わる、エバラの試合見たい。おお、横ではエバラが勝っておる、フグエレナに勝っておる。イズ喋んないの。あれ、そうですね。で、メガトンで死に耐える。じゃあ配信台見ていきましょうか。一本一本いい勝負してんな。出ない。お、ワンチャンありそうだなこれ。どっかで下風呂ハイボンが炸裂するか。ありそう。うまい、今の危なかった。投げた。バナを投げ押しました。投げ押しましたね。さあバナオのチュンリーが破れ、残るはオーロとリュウ。これはかなり凶悪なチームですね。優勝候補じゃないですか今日。これはきつい。いつでも変えられる。石対ハイボン、石で固めるところをハイボンで据えればって感じですかね。金メダコが、さあ発動、バーフから回収、惜しい。あるよ、こっからハイボールでまだ死なない。まあいいや。お、惜しいじゃん。いや手前のフグ対エバラが気になってしょうがないんだよね。あー勝って中盤、あそこ引きダイパー確定してるのかな。フレーム的には確定しそうだけど。乱石だ、3割回収。
お、アズラが1本取っている。うまい。あー重ねミスった。発動そうだな。乱石で浮かせて、お、あーっと今確定だったけど出なかったか。エルボー、きつそう。わー、いい読みやったけど終わったと。売名していいですか、うん、売名タイム。こんばんは。こんばんは、どうも。今日1回戦当たんだよね。当たる当たる。大吉引いた。あのね、大吉引いてるよ。引いてる。だ、その後、その後大凶なんだよな。え、テッチとかいう大凶を引いたくない。いや、当たり当たり当たりじゃねー。いけるいける。きついんだよ、あの準備。テッチさん今ひよってるから、あの顔見て。ちょっともう緊張してるから。だって今日、あの、テッチをエバラが応援しに行くって書いてあったから。そういうこと。ツイッター書いてあったから。そっか、これは今映ってんのはカズネーとバナオのあれか。そうね、バナオのオロとバナオオロ対カズヤマコト。カズヤマコト、さすがのこれハマっちゃう系。オロ戦は結構やり慣れてると思いきや、バナオハメがうまいから終わんの。ここで帰ってこなくなるかもしんない。ここからハマる。あ、ここはクイック取って、おー、お、さあ、なんと筐体トラブル。エバラさんのボタンが効かないと。さあ、これでいいえ、ボタン。お、コーパーコーパー正中線で。ある。さあ、これ行くっきゃない。うわぁ、EX ヤンマできる。そしてファイナルラウンド。これって、何人目対何人目とかって分かりますか。バナオのオロは2人目で、カズヤのマコトも2人目ですね。お、なるほど。中堅中堅、先にリーチをかけるのはどっち。バナオのしっかりしたグラップ、これはね、録画してますね、多分。はい、配信台録画ですか。配信台録画してますよ。おっと、これはガーフに行った。でもたまんない、ゲージがたまんないからダブルアップ。うまい。お、これをクイック取って逃れたが、膝からちょっと出ないが、この体力さ、膝で暴れて。さあ、ここでなんか手前はすごいガチの攻撃のようなガチ体験ね。なんかちょっとピリピリしてますね。どこまでやるのよ。殺していいの。なんか相当再現、リアル再現するらしい。さあ、筐体トラブルで、ここは、最後3人目のカズヤアレクのレードか。はい、ね、ちょっとまだバナオさん全ゼロには竜が残ってるんですね。そっか、全ゼロは今日は竜、竜いますね。竜いますか。ガチですね、ガチに来てますね、はい。さあ、このキャラ差は相当きついらしいんでね。春里オロ竜とか汚ねえじゃんしか言いようがねえんだけど。春里オロ竜ガチに来てますね。今日優勝しに来てますね、今日バナオさん。完全に来てますね。まあ、多分今日の優勝候補の一つと言っていいでしょう、バナオさん。間違いないですね。さあ、ここは上から押し付けて発動。さあ、石が当たって減りまくる。バックジャンプで中段を当て出しながら、さあ、ここ外で行くしかない。上から飛びが通って、さあ、どうする。
中足鬼ヤンマー暴れ。うわはい、わかりました。次は俺と YSB さんの試合ですね。どこでやりますか。これもう途中で抜けてっていいですか。ではでは、じゃあちょっと売名タイムちょっと休憩で、あ、どっちでもいいよ。あ、じゃあはい、ちょっと試合行ってきます。すいません。カズヤさん、伊豆さんがいますよ。あ、僕は多分その伊豆さんが現役の頃の後に始めたので。あ、僕もですけど。あ、じゃあお互い知らない、はい、あの動画に残ってます。あのポーズは覚えてる。 KO チームはぶっぱでなんとかって言ってるのを僕は知ってます。すごい PA が葵のポーズだけは覚えてる。声出せ声ってやつですよね。どっちですかね。やってるんですかね今。なんかちょっとやってるようなことを。色が昔と違いますね。緑ですね。ですね。前ピンクだったの。昔ピンクでしたよ。だからその辺も踏まえてピンクっていうのはちょっと不愉快の象徴みたいな色なんですけど。今も昔も。でもまあ攻撃の伊豆さんはすごいと思いますけどね。大舞台でちゃんと自分のプレーができるっていうのはすごいことだと思う。まああの時の誠っていうのがどういう動きのキャラだったのかわかんないですけど、あれくらいしか動画ないでと言ってる間に1ラウンド目は取ってますね。これは伊豆誠、ユン。マジで何あれ。あ、え、まごと、まごまこゆん、まことゆん、まこと、字が、あ、まことまことゆんなの。そうそう。あ、なるほど。だから多分一人目は、わー、これですわ。ありがたや。あ、生で見れた。生で見れた。あ、俺さっき話が、さっきボコボコ俺食らってたけど、あれね、食らうよ。食らうに決まってんだろって。で対するは F さんのまことけんだっとりで、先方のまことが負けたところですね。けんだどですね。あとは。残ってるのはダッドリーと剣ということで、どっちが剣が出てきましたね。剣ですね。これはまあ最近はかなり剣が有利なんじゃないかと言われてますが、実際どうなんでしょうかね。どうでしょうね。おー、うまい。手前の台ではフグのヤギョウオロがエバラさんに1本取られてます。今日はエバラさん、YSB さん、3K5-3で2人とも。ああ、YS も出てるんですね。ヒューゴ3体いますね。なるほど。ヒューゴも一応どの SD も強いので、いやおお、これはもう温存していきますね。エイジノイブローミスって、リープ、オキリープですね。オキリープ、オキリープ。さあ、手前のライドはいつも通りエバラさんがフォーミスに切れてます。いやー、剣の端っこがやっぱ誠超きついって言いますね。あー、誠なんか抜ける手段がないじゃん。出し投げしかないって言ってるよ。誠側ですか。そうですね。別になんか読み勝てはよいしょ押すと終わりなんですけど、あの辺の中足エキサドとかも昇竜読みしつつ、辛くさっていうのが一応できるので、ああこういうことですね。これですね。ありがたや。ちょっと欲張りすぎると土佐兄の誠は、おダブル、あ遅かった。おしっかり最大、ああ人雷が出ない。
まあゲージ3本はさっきのスタンスだったらダブル吹き上げに行かないのであればあれで殺しに行くのはありでしたね。ちょっと高さが足んなかったっぽいですけど、まあ、これは生人が横残ってしまうのでここからの奥攻めがどうなるか。ジャンプチックリープと中段中段でいきましたね。リープあれもしっかり小足を置いとくとダッシュで割れないんですけど、そうなると他の行動に対して対処できなくなるんで、さあ表裏手の足ですね。そうですね、ひたすら連打するしかなくなっちゃう。おー、カラちゃん中足エクサドが入ってこれで中堅対決ですね。どうなんでしょうね、サブキャラ真ん中に置いてくる可能性がやはりありますね。まあ最後には残さないだろう。まあイズユンを見たことがないのでどんな感じなのかわかんないですけど、あ、富永さんが終わったらしい。富永さんの VSCC は終わったらしい。そんなもん最初から知っとるわ。エレナ・ヤン・チュンリーが YSP に虐殺されてましたね。しょうがないですね、まあ、メガトンだけに殺された可能性すらある。おちょっと動きたくなるポイントでしっかりやっておりました、ね、シャガムシーパンを。あーゲージ出ないか。うわ、しっかり反撃決めて、F さんはメインはダッドリーなんですよ、ね、ダッドリーですね、赤いダッドリー使ってますよ。おお大勝負、裏に回って豪快な裏回りが。おお、あれですよね、メインだとあそこの崩しからそこそこのダメージ取れるんですけど、やっぱりサブだととりあえず絶賞みたいな感じで単発になっちゃうかなって感じしますよね。いい感じですね。ちゃんとメインでユンを使っていくと最後の回収と3段が減るのは分かっているので、ええ、そこの残りゲージとかの感覚が結構メインとサブの違いかなっていう感じがします。おお、さあ前中堅中足に差し替えされて、とてもさあこれ剣発動なんですけど、ここは割とまだ剣は無理ができるので、いや空中打開絶賞とゲージを回収しつつ、さあもう一回発動できれば分かりませんね。2発目ありですね。あーさあしっかりガードしてる、さすが。僕はあそこは前方転身をおすすめしなくてすみますよ。さあ前中堅見えているのか。いや先に立ってない、今は先に立ってないでしょさあバックしてから中足が入って、これで追い詰められた伊豆さんは最後に聖中ですかね、聖中誠が、はい、あの伝説の伝説の聖中誠、伝説は土佐と聖中どっちだったの。いや両方ですよ、両方とも、まあ、どっちかといえばあの話し殺してたのは聖中戦ですから土佐の海はボスヤンに開幕ぶっ放してスカっていたのは見ましたね。ボスの髪の毛は前出しから入って、おっ勝利拳、そうですね、誠の空中技は強いので対策に自信がなければやって対空勝利を打っていくのも、これも嵐に行ってますね F さん楽しいサードストライクをやりに行ってます。これ剣戦は SA どっちなんですかね。剣はどうでしょうね、富永さんに聞いてみますか。いや富永さんに聞いたって富永さんに聞いたってしょうがないと思うんだよな。ちゃんと両方使う人にさ、剣戦と SA どっちなの。
成虫っぽい。富永さんが成虫って言った。なるほど。おっと、あ、これは死亡ですね。死亡ですかね。やりよったさっきのライトさん入ったかもしれますけど、入んなかったのかな。いや、あ、そうか、成虫だ。完全に見てなかった。今のサメ疾風成虫でピヨったかどうか怪しいところだった。そうですね。なぜかさっき成虫って言ったのに、トサミだと思ってました僕。あ、メイン対決ですね。バローさん次この勝った方とやるでしょ。そうですね。僕はせっかくなので伊豆さんと記念対戦したいんですけど、見てみたい。バナオロがどんだけ髪型やしたいですわ。対象対決。お、開幕ためつしとぶっぱなして美味しい吹っ飛び。さっきのは一応指フレームぐらいのためでしたね。ああ、3段階ぐらいですか。ですね。あの本当チェストもね、繋がるタイミングで指フレームなんだか良かったですよね。おお、しっかり決めるわ。ありがたやありがたや。おお、諦めてない。うおお、小足が、小足が負けた。あの小足負けるんだ。まあ負けますよ。あなたのキャラが弱いだけなので普通に考えろと。絶対に負けないとなるとですね、対空からすると対空小足が完全に痛くなっちまうので。うわー、しょうがないですね。なんでと言ってる間に画面端で、これは結構厳しい状態かと思いきや、わあ、ありがたや。くぐり壊しチェストは食らっちゃうよね。あ、しかし2マックス対完全にゼロで一発入るとかなり、おお、しっかりくぐってラスカラクサ。あ、暴れていった。まあ大体一応6クレなので板擦りができる。あ、バラ間に合うんだね。あんな割れるんですよね。あ、チェストの後も結構嫌なことが多くて、カードは。お、しっかり地上ヒットから死にはしないが、さあここの直二が何が当たるのか。当たらなかったですね。成虫もうちょいでたまる。さあここはもう、もうありがたいポイントなんじゃないですか。あらー、というわけで勝ったのは S さんでした。 S さんでした、ありがとうございます。配信台、お次の試合はですね、お次はそのまま、あ、じゃあバナオ対 F さんでお願いします。さあ、前ダイパン当たって S さん強かった。ウォッツさん、バナオチュンリ対 F マゴトということで、先輩バナオチュンリ出ましたか。ちょっと F さんのサブキャラのこの誠はちょっと恥ずかしいんですけどっていう話を先ほど聞きまして、まあでも恥ずかしいことないっすよ。頑張って大丈夫だよ、キャラ弱いから大丈夫、負けても。トミニーの恥ずかしいキャラは今日何だったんですか。エレナ・ヤン・チュンリー。そう、おう、 YSB さんのメガトンに何もできないで終わりました。やっぱそれやった。はい、おっと、小判中足からの正中線。やっぱすごいいいですね。そんななんかね、卑屈になるほど弱いわけじゃなさそうですね、今の動きを見ると。あ、まあ、結構動けてますね。出し小判の速いので止めて中足が入っちゃった。はははあ、あそこも唐草ポイントなんで、まあ、そうだよね、飛ぶかどうかみたいなね、うん、一応ね、タクになってるからね。そうですね。さあ、中足高翼線でんからの置き攻めは、投げは移動投げにならなかったのか。だがこの体力リードは苦しいか、まあ、ゲージは温存して、まあまあまあっていうところか。ただね、さあファイナルラウト。さあ先にアプローチをかけていくのが F さん。だがここの中足しっかり確認してって、でんからの置き攻めは膝を埋めてバックジャンプ大パン。
さあゲージがないから、ないうちに何とかしたいが溜まりそうだ。溜まる前に孫と一気に当たって、これでゲージが溜まった。さあもう圏内に入って、危ないがコパンカラクサが入って、でんでんからの、さあわかんないがピンチ。リバサチューパンで暴れていくが、ここは投げが通ってしまう。初戦はバナオさん、さすがバナオさんですね。エスさんはあとは剣ダドなのですが、はい、さっきと同じ順番なんでおそらく剣でしょう。次剣が来ますかね。剣が来ますね。さあ続いて登場がエスさん、剣ですね。さあ下風呂からの前ライトが刺さって、この地上戦でボタンを押し合って、体力が若干 F さんの方が減ってる。さあここで一発目中足ホーク当たって画面端。さあリーチ、相打ちなんですね。リバサー昇竜でね、相打ちなんだね。さあくぐって台形を押してある。さあゲージ状況的にもバナーすげえいい感じになってる。なんとかなんとか取りたいね F さん。さあ投げて、ここはコパちょっと出なかった。ディープ中盤からのヒット確認、陣内うまい。おっと大盤を透かして投げ、あっとちょっと出なかったか。だがこの画面端どうなる。このままそうですね、半分ぐらいまでは通常技でなんとか頑張る。さあここで大木の中足に引っかかった、中足陣内が刺さって画面端リープは、まあそこはバナオさんは無理することなく2マックスでファイナルなんですね、はい、おなるほど。まあまあここは死んでもいいかと。さあファイナルラウンド、さあ開幕バックジャンプで逃げるバナオに対してじりじり近づいていく。さあこの逃げのジャンプダイパーが強い。あ、今出そうとしました、ね、はあ、はあ、しゃがみ限定。さあここでハッケイからの防御線入って、リープはしっかり前風呂。さあどうなる。おー少しはガード投げて、オクラス中だよ、しっかりガード。おーっと、これはまだ知らないか。コパンフォー意味ない。これで、大将ダッドリー対バナオさん。さあここでなんとチュンリー、一人目のチュンリーにメインキャラダッドリーまで呼ばれてしまいました。あ、SA 変えて大丈夫です。 SA 変えて大丈夫ですよ。2キャラ以上使うときは固定ですね。はい、そうですね。さあ3人目 F さん、なんとかバナオチュンリーぐらいは行きたいだけど、これ結構バナオが動きで出来上がってるのか。ダットリー戦リバサ大抵ダッキングコーク。おお、さあ飛んでってきた。さあ2が刺さる。デン減りますね。減る上にゲージを、ゲージがなんかいっぱい溜まってるな。いっぱい溜まっていい感じにファイナル2ラウンド。いやー、このいい感じのラウンドですね。お、ここで中足が刺さる。攻撃戦からデンデン開幕は。さあこれはおーっと裏回りや、裏に回ってんのか。あれ、ここは勝負をかけるか、使ってって。さあちょっともう離すとこれは苦しいが、さあどうなる。コパンが暴れがうまい。さあもうゲージもいっぱいあるし、さあどうする。おーっとリバーサーEX100 列。これ2フレだって言ってましたよ。マジか、ね、さあファイナルラウンド、ちょっとゲージを使った F さん苦しいか。どうなる。なんかまだワンチャンあるか。バナオがゆっくりゆっくり様子を見て、しっかり地上戦をしていったところ、ちょっと漏れた。リバサ砲翼戦からの置き攻めは、おっと反対側に逆、ハッケが逆になっていたが、ここはもう一回中足コークが刺さって中足百裂を埋める。さあこの体力リードをして、もうなんか強い技を振って後ろに下がって、
無理をしない。あっとちょっとこれは届かなかったが EX スピーバーが引っかかる。わあ、くぐったところに大ゲーが、バナオさんの、バナオさん3立て、バナオさんの勝利。バナオさん強え。バナオさん今日竜出してないからね、まだね。チュンリーが強い。適当にやってて超強い。チュンリーが強すぎる。いや、うまいな。ありがたい お言葉をいただきました。さあ、これでだいぶ出揃ってきたんですか、これは。A ブロックが、しのぶさんが1位で、はい、B ブロックが今のバナオさんですね。はい、C ブロックは0。いやー、でも、もう、なんか、どっちがメインだか分かんないぐらい。どっちが、そうですね。同じぐらい強いね。この大会にはかなり、有利という。さあ、バナオ。バナオさん。前方から3立てしに行くと。そして対する忍さんも、ね、今日は三立てしかしていないという。お、大ケブロック意地お言葉いただいております。さあ、決勝戦三つどもえ、まず第一試合、バナオ VS 忍。さあ、1人目先方は忍さんがユリアンで、バナオがチュンリーです。あー、おっと、なんか漏らして、うわーと言いながらバナオさんが発狂して、これはハメに行って肘が入る。忍さんからありがとうございますと。バナオさん、ごっつぁんです。そうですね、漏れてごっつぁんいただきました。さあ、投げが通って、さあ、ちょっと裏回りは失敗したか。さあ、飛びが通って、ここは発動してって一気に画面端まで追い込む。そしてこのゲージ状況、おお、溜まってんだよな。さあ、下段が、あらあら、下段から肘で、はい、あー、高い方だ。でんでんでん。さあ、ちょっとフルコンはいかなかったか。おっと、しっかり。ところで、しのぶさんメインキャラ最初にした。メインキャラかもしれないね、これ。うまいね。もううますぎますね。はい、さあ、なんかここでもう、あれ、バナオ今行くしかなかったんじゃないの、大丈夫。とにかく方欲で。さあ、これ立てを張っ、おお、中パンチ、ちょうど見えない、ね、そうだね、画面の下で見えなかったね。下が見えずにアッパーが置いてありました。さあ、忍先輩、予告ホームラン打てるか。今日は3立てしかしてないから、3立てでいくと。おっと、ここでバナオさんがピカチュウをオロを大将に使っていく。さあ、ここでここが勝負だと、勝負どころだと多分バナオさん判断したんでしょう。理由でバナオさん色違いません。さあ、ちょっと色が違うからどうなんだい。だが、これはバナオさんです。波動拳。さあ、送らせて、でんでんでん。さあ、反対側に回るんだね。ブロッテもどっか行っちゃうやつ。この体力リードしてからのバナオさん、我慢できるか。無理はしない、無理はしない。置いて、すげえな、しゃがみ中パンが置いてある。硬いっすね。そうですね、ダッシュを、ダッシュ投げを警戒してのしゃがみ中パン置き。さあ、ここでダッシュ投げを通って、たまらず発動して EX 昇竜で暴れてって、とりあえず盾を1枚無効化したか。だが、飛びが通った。タックルからのガーフで溜まっちゃいますよ、これは。ゴンゴン。おっと、ミスっちゃった。ちょっとガーフの連携にはいけなかった。さあ、ちょっと焦ったか。うわーい、速投が当たって、電陣が重なってある。おっと、バックジャンプ台形でピュって、シュ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 からの灼熱。これで一人ずつ中堅対決。さあ、こう、しのぶさんは今一番メインを出したってことは、ユンが最後だと思うんですけど、ユンが最後だと思うけど、ダットリいきますかね。ダットリも強いんです、しのぶさんは。ダットリ強いですね。ダットリも強いんです。いやー、いろんなキャラ使える人っていいですよね、本当にね。うまい。さあ、お互い2人目。おお、しのぶさん、ダットリを引きずり出されてしまう。さあ、台形引っかかって、さあ、ブロッキングからの台形 X マシンガンからのデンデン。さあ、あと DC はブロブロしてる。さあ、おっと、ピヨったか、さすがに。おーおーおー、もうあの状況でブロブロされると結構バナーさん電陣でもそのまま持っていっちゃうんで。いやー、でも今持ってた忍さん。さ
さあまさかここでちょっと電陣が不発になると結構さあダッシュにはコークがかくったか今カーニシタブロどんどんやるっきゃねえとおっと謎の前部おーいやいやお互いこれ殴り合いださあカーニが刺さってどうなるデンでかーいおー死んだちょっと残るかなと思ったけど死んだ弱マシ3回お見事今の最大ですかね弱マシ3回ってすごくねちょっと分かんないですけどなんか今浮きが高かったからもう1回くらいいけたかもしれないですマジか安定ルート走ったんだバナナさんがオロでさあなんとここでバナナさん大将オロ大将オロさあこれは苦しいぞまさかちょっとせめてユンまで行っときたかったかそうですねここでダッドリーを倒してかつユンでオロまあだからもう後がないかなり玉はめがやりやすい部類だということでそっかそっかこれでかいからだっけなんか挟みやすいのかなんか端に行っても折り返しで玉はめにできたみたいなそうなんだへえさあここ一本取っていくのがバナオさあこれ玉はめのなんか即死状況ってそのオロ側のゲージってどのぐらいあればいいのああどんぐらいですかねまあ1本半ぐらいあればいいのかな1本半で4回ぐらいいけそうですうんあれと言ってる間になんかボコボコに殴られてちょっとバナオさんがさあこれファイナルラウンドさあどうするバナオからアプローチをかけていくここは弾を相殺されておっテイクフミミさあここはお足を当てて遅らせ中盤もう一個あれさあちょっとブーンたまらず暴れてってどうするさあどうするバラからのデンデンああいいダメージだおおショートスイングになってる壊しいバナオさんが散ったバナオさんが散っていったこれ負けた方とやりますか先じゃあバナオさんと YSB さん YSB さんやりますか逆ちょっと頑張ってダブルメインっていうと先方行っちゃうっていうのもできるんですねでもこれはさあ YSB さんの SN 注目あとっととメガトンでした YSB さんはメガトン、ギガス、ハンマーいいですよ、いいですよバナオさんそういうのさあこの気候賞を選んでますねバナオさん大好きですよそういうの圧倒的なキャラ差を押し付けるために押し付けるために前台系をガンガン振っていくスタイルでしょうはいバナオさんおちょっとミスったこれは確定か確定っぽいですね EX ラリアットさあ中足を振ってさああっという間に画面端に追い込まれてビンタビンタで超痛いだがこのチュンリーの逃げの性能おっ中足にEX 気候症が仕込んであるいやいやいや普通に気候症が漏れただけですあーっとコパンを振ろってスクリューさあこの SA1 はイエーイ SA1 は気候症前台系にノーキャンでつながるっていうのがヒューゴに対してかなり強いっていう理由でしょうおそらくなるほどこれ立ちでもしゃがみでもいけるってことなのそうですそうですさあビンタが当たって画面端まで追い込まれてビンタビンタで固めてって前ダッシュ下風呂からのドスンピヨッターバナオさんあー気持ちいいバナオさん YSB さんバナオさん YSB さん今気持ちいいいやあ映ってますよ YSB さんバナオさんがレイプされた今のはひどかったね何でもござれでしたね今これでオロは野行じゃないですか今日はもう玉でワンチャンはめにあ石バナオさん大丈夫石
ああ確かにその謎にと違ってヒューゴって実はタマハメすごい難しいっぽいっす、はい、そうなんだ。あ、難しいんだこれ。タマハメっていうよりはあの陣中コンボが、うん、なんかすごくやりづらくって。へえ、そっかそっか。じゃあまあ中盤当てた後その踏んでなんちゃらするやつが、そうですね、めんどくせえと結構あれなのか。石のタマハメの利点であるあのゲージ回収が弱くなってしまうんで、うん、なるほど。そこでまあじゃあまあどっちがいいとかっていうのはあんまないのかな。そうみたいですね。実際オロでヒューゴには石の人が多いかな。なるほど、そっかそっか。さあこれはじゃあまあ石ならではの立ち回りをしていくしかないわけなんですけれども、ね、これは石も溜まっちゃえばめちゃくちゃ削れるんで、溜めてなんとか1回ワンコンボで半分近く持っていく。それを2回やればいいのか。さあこれで、あ、そっか、石だと今みたいにこの上下の表裏のなんかガーフみたいなめくりからの石が後から飛んでくるみたいな、そういうのもある。あ、本当だ、なんかちょっと飛び方が今あれだったね、反対側に飛んだったり。なんか次アッパーもう当たんないような位置に落ちちゃうんで、さあこの状態は結構ゲージもある。さあワンチャンあるか。ワンチャンあった。あったー、死んだー。これは普通の安定ルートで、おー、まあ YSB も勝負ですよね。そうですね、これギガスとハンマーどっちでしょうね。ギガスとハンマーどっちかな。さあ次のヒューゴーはオロに対して何なんでしょうね。オロはどうかな、難しそうですよ。ギガスか、まあ、迷わずギガスいきました。まあ多分後で竜が控えてるっていうのもあるのかな、竜がまだ後ろにいるから。そうですね、そこはメインでいっときたいですね。さあこれでさあここで YSB がどういうギガスを見せてくれるか。あ、ちなみにさっきトミニューにボコられてたオロはバナオさんじゃなくてフグさんでした。さあ、おっと、しっかり多段風呂。さあ昇竜から石を発動してあえてコンボに行かないで、これは挟むガーフに行った方のがいいのか。なるほど、これゲージ回収的にもいいし、もしかしたらワンチャンスタンチ。ああ、そういうことですか。うん、さあ屈伸からの中盤踏みつけ、お、球を投げて、あーっと、バナオさんが、あーっと、バナオさん危ねえ危ねえ、カッコつけたと。でもなんとかしっかりフォロー。ここで1ラウンド目をしっかり取っていって、かつもう2ラウンド目もガンガンいっちゃってる。これガフかな。さあこの、お、しっかり今の中盤は確定なのか。おお、くぐった。さあシュートで飛びまくる。さあもう YSB もちょっとブチ切れてんのか。さあパームパームではめて、お、固める。あ、ここはもうギガスでも殺さなきゃいけない。さあちょっとこの石には石に飛び込むとああなんのか、まあ、あーバナオロやりますね。バナオロやりますね。ここで、ハンマー大将、これはハンマーマウンテンを引きずり出されて、さあバナオがこのまま勝てばとりあえずさっき負けちゃったけど1勝1敗で、お、空投げうまいね、シュートを投げたんですかね今ね。すごいな、どんだけ強いんだあの空中投げ。シュートなんてね、空中でね勝ち合ったら吸い込むイメージがあるんですが、どこでの空中投げに曲げてる。吹っ飛んだ。さあこれ前風呂からのなんちゃらを入れ込んでしまったか。擦っていた。だがここで反対側になって石を発動。 YSB さんが悲鳴を上げた。さあこれはガーフに行くの。まだある、ひどい、まだあるんだ、まだ石が残ってる。エバラさんすごい喜んでるよ。エバラさんが一人でめっちゃでかい拍手をしてます。 YSB さんピンチ。さあ YSB ピンチ、これで画面端に持ってって
肘からのボディープレスをガードして、とんでもないミート入りました。さあ、馬場さん苦しそうだ。透かし投げが通って、ピアか。もう一回、もう一回走ってって投げて、あ、さあこれはゲージ状況的にはだいぶ YSB さんいい感じだが、ハンマー2回でオロがピオルゲームですか。そうですね、これ一撃触れれば、これもしかするとありますね。あらー、あるかー、でんでんでん、さあどうなる。おっと、ちょっとバックジャンプさあ、ね、下手くそとバナオが煽りながらやってます。バナオさんが置き詰め来いよと煽り、 YSB 出なかったんだよ、ごめんつって。だからここで発動してて、これは当たったか、ボーン。あー、しないが、まだ石残ってんだ。おお走ってって、エバラさん超不機嫌。ここ最後根性見せていく。さあここでバナオさんが負けてしまうと、もうバナオさんは終わりになっちゃうの。さあこれ大将龍電人対ハンマーですね、大将戦。さあどうなる。さあ大パン速攻が当たって、首は大パンで落として、だけどここ画面端ちょっと苦しいが、ゲージはそこそこある。いくか、あー早かった。透かし投げが通って、リバーサー竜巻からのバックステ波動電人ひよって、でんでんでん、はあ、しゃがみ減るな。やっぱディープからバックジャンプだけ。さあこれはゼロドット。さあにおったが、ちょっとヒヤッとした。もう大丈夫なのかな。昇竜拳、おー、ブロって昇竜拳。さあ第2ラウンド、さあどうなる。 YSB さあ波動電陣は空ぐらいになった。これはあー、さあ苦しい。ちょっとここは投げはかけなかった、ちょっと離れすぎてたのか、あれ。さあ中盤が引っかかって、ワンブロ、さあピヨって、でんでんでん。さああともうちょっとしかない体力。今のはレベル5重ねて、もう一回ピヨリとか狙えなかったのかな。さあバナオさん、バナオさんの下風呂昇竜拳。これで 1-1 ということで、これで 1-1、YSB さん対しのぶさんで、 YSB さん対しのぶさん。さあこれは忍さんはリーチをかけた3人目対、これあれだっけ、バナを今勝ったけど1勝1敗で、 YSB がこれ勝ったらまだまだ分かんないのか。でこれ忍さんが勝ったらもう確定だっけ。忍さん勝ったら確定ですね。うん、で YSB が勝ったらまたあれだよね、やり直しだよね。あ、ルール的にはどうなんだろう。さあカシさん、これルール的にはどうなんですか。ルール的にはどうなんですかね、これ。そういうこと、ポイントで決めちゃうんだ。ポイントで決まんなかったらもう一回あれなんだ。はあ、はあははあ、うん、わかった。じゃあまああれだね、ポイントを付け間違えしないようにしないといかんな。そうですね、大丈夫ですよ。ポイント今のところ、しのぶさんが 3-1 で勝ってて、はいはい、YSB さんが 3-2 で負けてます。はあ、はあははあ、おっとこれは YSB さんバッドリーを下していく。メガトン YSB さんが2人負けた時点で忍さん、はい、あーでもないのか、うん、YSB がそのまま勝っちゃえば、そうだね、 YSB が勝っちゃえば、あーちょっと待って、 YSB さん勝っちゃっても大将戦だと忍さんの優勝、うん、あーなるほど、そっかそっかそっか。さあここは YSB 勝つなら2番目までに勝たなきゃいけない。なるほど、じゃあ YSB さんは、まあ、メガトン使っといて、まあ、あれか、そうですね、多分ちょっとそのルールがしっかり把握できてなかったと思う。
はあはあ、2人目までだったらハンマーギガって行くべきだろうし、うん、したら次ハンマー来る可能性ありますね。そうですね、とりあえず大いにありますね。とりあえずは YSB さんには伝え間違いということで後で言っときます。うん、だがここは忍さんがしっかり1ラウンド取っていって下風呂からの投げて、さあ台形を埋めようとしたがコパンで暴れている。さあビンタビンタで画面端に追い込まれたが EX セットからの追い打ちはちょっと失敗。さあ仕切り直してヘッドボディープレスからのイエーイ。さあ目がドンが入ってもう一回暴れてます。 EX セットふんだんにゲージを使っていく。さあ画面端もう一枚うまい固めが終わらない。おっとなんとかしのいだ YSB、 ガードが硬い。しのいだ YSB。 さあこれ忍さんはもうゲージがないんでなんとか貯めるのか、でもちょっと油断したら行かれる。怖い。おっとちょうど溜まった。はまるか。はまった。できる。さあこれちょっとカズネがオフィシャルでちょっと運営的なちょっとアドバイスを。さあカズネからのアドバイス、まあ知ってたのかな。いやルールをちゃんと、はい、伝えてからする三つどもえっていうのはやるべきでしたね。なるほど、まあ、僕らも今知ったんでしょうがないです、まあ、そういうことですね。僕らもどういうルールなのか知らなかったんで。さあここでもうこれせっかく最後まで行って勝ったのに負けなのってなっちゃったらちょっと寂しいから、ね、まあカズネがちょっとアドバイス、もうあとねえぞとポイント取られてくからっつって。さあ縦ではめていく。うまい。あー中おっと縦が消えちゃった。壁が消えちゃったよ。運が良かったわ。投げて出すのか。これは甘えない。ディープ。今のはブッパもありでしたね。さあこれギガスまで行ったらもう、ね、エバラさんが応援なのか煽りなのか分からない。まだギガスあるよと。さあもう後がない YSB。 リスクのない外野は何よりもいいという。スフィア・エイジス、テリブルからの肘タックル。おっとタック下風呂入ってるんですね。さあこの手前張りがうますぎる。さあもうなんかゼロドット、これは気がついたらゼロドット。参戦どうなる。あー中足しょうがない。さあこれ忍さんこれでもうあれですね、綺麗なリーチですね。もうこれ勝てばもう気持ちよく第3回第2期のあれですよね、 VSGC 覇者これ決まります。とりあえずもう決まりはしたんですが、忍さんがどれだけやるのかっていう。さあこれはもうほとんど決まりなのか。大将戦まで行きましたがギガス。さあブロってあの強気の下ブロうまいな。さあこのなかなか近くに行きづらいのか。ブロからのダイパーうまい。もう体力リードしてるところではあまり無理をしない。おっとちょっと高めに当たりすぎたか。ヘッドで暴れて、さあ画面端に追い込まれてヒヤッとしたけど、でんでん。こいつは気持ちよく忍さんが決めるかどうか。はい、さあここでリーチをかける。あっとちょっとスフィア・エイジスは出なかったが、肘が当たって EX からの、さあうまい、引き戻してきた。呼んでこっち側に戻ってくるのか。やべえな、すごいこれ。さあ手前張りが神がかってる。もうほんと顔の目の前には盾が置いてあるという。さあ苦しい。どうなる。落ちてきてそれを。おっとさあちょっとヒヤッとした。だがこの体力状況は苦しい。さあラリアットのスカリにしっかり投げて、お見事、忍さんの優勝です。しのぶさん綺麗に優勝できた。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いやしのぶさん、なん手前張りうまいね。
あ、本当？じゃあ、しのぶさんちょっと一言お願いします。ふぐさんゲームやってる？強い人ばっかだって。優勝商品を富永さんから、じゃあ優勝商品の授与でございます。ちょっと今しのぶさんに一言もらってたので、まあいいや、じゃあ商品、じゃあ優勝商品です。今日きびだんご、黒黒糖きびだんご、これ優勝商品です。ふぐさんからおめでとうございます。じゃああれですね、今日はちょっと勝者にじゃあ一言コメントをいただいてもよろしいでしょうか。すいません、あと今日強い人ばっかだったんで優勝できて嬉しいです。ありがとうございました。おめでとうございます。いやでも確かに今日強いやつしかいなかったからね。よう勝ったわ、しのぶさん。ということで。